邪魔するぞっと。お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔鋼の目。ボディーガードも仕事のうちでしょ？ね、何でも屋さん。は？私の勘、当たるの。ボディーガード、お願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート一回。ええ、やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞ。やれやれ。攻めるぞ。刻む。おい、加勢を頼む。情けない、かったるいけど出番だぞった。クラウド、気をつけて。突き崩そう。おじけすぎたか、ボディーガードさんよ。ぜ、集中して。やった。終わらせた。消えたよ。だらぎ来い。狙うぞ。ちょっと。おいよ、最初の一斉は行方不明か。しぶといぞと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。終わりだ。おいよ、最初の異性はどこ行った。ソルジャーなら余裕だろ。尻尾巻いて逃げないよな。よし、ここで戦ってほしくない。こんなのどうよ。へぇー。
ぞ。おかわりだぞと。誤解だぞっと。俺はただクラウド違う。なんだ飛んでる。レノさん、お怪我は。いいからさっさと追いかけな。はっ。こいつら襲ってこないね。おい開けろ。行くぞ。こっち。おい開けろ。あそこ屋根裏に上がれるよ。ああ穴から出られた。敵は本。なんだ。逃げろ。動けな。だから撃つなって。しかし あれを落とせば。近づけません。これ魔法か。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。
いいんですか？あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっちっち。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？そう。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った？普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。
度外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か。余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務会だ。ケチって。おおおおおおお。どう、仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか。もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる。皮肉だ。早く慣れてね。ここ5番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん。うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。どこ行くの？やっぱり出た！やっ！すっごく得意そうな顔してる。
やってやる。消えろ。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？知らないか？ごめんなさい。そうか、爆破なんかしやがって。よし、準備よし、降下、集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。ゴミ捨て場なの。スラムの人たちも
奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。やっ、おやすみ。どこから来るかわかんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド、気をつけて。届け。やめちゃったみたい。道なりに進めば回り込めたはず。これ動かせないかな。あ、いけそう。どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。
れ、スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。いればいいものを、うん、どう？抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？
ありがとう。無事抜けたね。礼はいい。報酬がもらえる。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。そっち駅だよ。いいけど。このまま戦争になっちまうのかな。この先が五番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい。スパダ。クラウド、こっちこっち。インダカンパニー関係者によりますと、犯人です。私は今、五番マコールの内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。スラム安全よね。五番マコールにて発生しました爆発について現時点で判明していることをお知りいただけないでしょうか。現在五番マコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、その…ご心配なく。こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。いつかこんな日が来ると思っていた。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。
それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。読むんだ。おいしくなーれ。お姉ちゃんに差し入れするの。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。お花、お願いね。クラウドはお花好き？考えたことがない。うーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。うん、まあいいけど。この道を抜けたら私の家。着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。どこに置いたかな。
お待たせ。はい、これ。はい。じゃあ出発。こっち、自慢のお花たち。いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さ、選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？いいね、花言葉、純真なの。かなり貴重だね。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。中の猫じゃらし、さすがクラウド。みんなびっくりすると思う。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ？街見てきたら？もう一級品だよ。いいマテリアライフを。大人になったの。クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた
召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。準備ができたらお声掛けください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。先に手を打つ。覚悟はいい。遊んでやれ。不運を恨む。集中していく。行く。
習は後だ。当然の結果だ。お見事でした。芝の召喚マテリアが完成しました。さあ、召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。扉がアバランチのせいで。アイテムは金と引き換えだよ。じゃあな。番組では幻想によって孤児になった。いざとなれば俺も戦うぞ。自分の身は自分で守る。これがスラムの常識よ。大事に使ってやってくれ。いらっしゃい。また寄ってくれ。明日は予定を変更して、テレビ、ミッドガルシーンという攻撃中核の様子をお待ち受けします。勝手に出ていくわけにもいかないか。拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な攻撃を視野に入れている。
まだか。しばらくかかりそうだな。あまり遅くならないようにね。待つのは苦痛だ。夜が来るの。プレートもマコーロもミッドに必要なものよ。クラウドさん、研究へのさらなるご協力を。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。勝手に出ていくわけにもいかないか。商売上手ね。大人は立ち入り禁止であります。当たりが出たら一個ただ。大当たりなら千個ただ。アバランチのマコーロが川ウータイのお前に売る気はない。市民の間には動揺が広がっています。スラムまで爆破されないまで。もし番組では戦争によって変わるな。もちろん。まだか。アバランチったら何
ここは町内会の建物だよ。ミッドガルに来た頃はまだ半分しか来る。何かあったのか？うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか？うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は？わかんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。エアリスを離さん。兄ちゃん急いで。離さん。モンスターに食べられちゃう。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。すぐすぐ協力すれば。揺さぶって、やってやる。ここまで。追い打ちだ。撃せろ。それじゃあね。もらうね。
撃しない方がいい。
じゃあ戻ろっか。恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。バレてない、バレてない。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。大丈夫、大丈夫だから。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえばリユニオン。ことはない。しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は
生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくるあの父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。あ、モーグリがいる。僕が見えるの。ここ、あなたたちは選ばれし人ここね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしいクポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。いらっしゃいクポ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。
ようこそ。また見に来てほしいクポ。来てくれて嬉しいクポ。幸せに一歩近づいたクポ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かって行ったよ。くれぐれも気をつけてな。考えすぎか。
邪魔だ。やっ、狙うぞ。ここまで。まだだ。引き直す。よかった。スラムで育てたスパイス入り特製ミートボール。ついてかない？ソースの甘辛レベルは選べるよ。想像を超えた世界が広がってるって話だ。助けるぞ。ごめん、急いでるの。飛んでけ。じゃあ。助ける。やってやる。消えろ。ウォールマーケットで。
人スラムはなれないな。このまま戦争になっちまうのか。初めてのスラム、エオリス。点検。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。父ちゃん遅えな。気合の入る演説を。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出を。ソルジャーの今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。あ、エアリス、どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。また戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろ。フォリア先生との約束、私帰るね。知ってる？ウォールマーケットって言うんでしょ？あ、クラウド？見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと。Thank you.
たやりたいな。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生怒ってた？うわ、ごめんなさーい。シンナカンパニーは所有するアパートや住宅を、死んだも黙っちゃいないだろうな。何でもやクラウドの噂流しておくよ。その方が仕事しやすい。どこ行くの？ミトガル市民たちによる抗議集会の様子を待ちます。マコーロを狙うなんて卑怯よ。シンナカンパニー関係者によりますと、うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。勉強の時間。番組では戦争によって孤児になった子供たちへの謝罪を行いました。スラムまで爆破されないわよ。市民たちの間では危ない。商人になるには勉強もしっかりしないとな。文字を覚えて本を読むんだ。アバランチったら何を考えているのやら。話し相手になってくれるの、おかげで気持ちがお若返るわ。知ってる。どうするの？
襲ってきたのは目玉みたいなやつだ。多分全部で5体。裏通りの方へ行った。自警団で対応策を考え。もし5番台の皆さんには。クラウド、どこ行くの？ジンダカンパニーは保有するアパートや住宅を。プレジデントシンダの言うことだから、なんされましょうね。気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。当然の結果だ。
やられはしない。撃てろ。行くぞ。突き崩す。アバランチの行いに対し、多くの住民たちが聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。アバランチの部隊にだ。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくて。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。集中していく。覚悟はいいか。飛んでけ。それ。それ。貫く。行け。攻めるぞ。あっち。切る。うわ。や。行け。
仕留める。せこれだ。行くぞ。当たれ。出ろ。くっ。ダム、攻めるぞ。力を見せてやる。たやっ。えっ。これだね。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが、私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金、金、金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてるね。ああ。楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだ。そうだよ、私の報酬高いから。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。危ないこと頼んでごめんね。でも頼れる人他にいないから。空へ、ママ、空へ。
片付ける。し、行け。消えろ。進むぞ。邪魔だ。いや、集中していく。ここまで。なんとかなった。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。わかりました。ガマ王大臣、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ、見ているよ、愛してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。
ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。バレてない、バレてない。どう？俺素質ある？あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。
覚悟はいいか。見せろ。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が硬いのなんの。おまけに私、記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。これもプレゼント。戦争は終わったと思っていたのにね。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって？詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。アバランチったら何を考えているのやら。お、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。
近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた汽車根性で。いや、軽率に踏み込むのは汽車失格。裏付けを取って行動が汽車の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。ここは任せる。そういうわけになる。覚悟はいい。行け。お疲れ様。Yeah!
消え失せろ。畳みかける。飛んでけ。突き崩す。そりゃ。やっ。ジェイク。集中していく。やっ。見せろ。それ。やっ。出ろ。当たれ。終わらせる。3秒後を食いろ。油断したな。やっ。行け。そりゃ。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状。他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でもやがいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。
そろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろう。